ウイミって言うんですね、ウイミすごく近いですし、似てたり近い言葉がたくさんあるので、あ、これはとても近い国だなと思うんですけれども、うん、食べ物の文化が違うんですね。食べ物ね、日本は、確かにね、日本はお醤油ベースの味が多くて、韓国はコチュジャン、唐辛子味噌の少し刺激的な味がベースになってるんですね、はい、なので食べ物を食べるたびに、あ、日本は少し食べ物が甘いかな、韓国は辛いかなってことを感じて、やはり小さな文化の違いを感じますね。やはり飛行機に乗って、近いけれども飛行機に乗っていく国なんだなと思います、うん、確かに飛行機乗ったらもう3時間とかね、もうあっという間に着いちゃいますし、あとやっぱ見た目もね、やはり同じアジア人で、まあ僕とヒョンジュン君はね、人種が違うぐらい顔が違うんですけど、これに関しては犬と豚ぐらい違うと思うんですけど、まあでも同じこうやっぱアジア人として近いなっていうふうに。でもこの昨今のやっぱ日本と韓国ってすごいこの芸能的に交流があるじゃないですか。じゃあもう日本의예능프로그램에한국예능도많이이렇게볼수가있는것같아요같은느낌의프로그램들을뭐요리를이렇게추천하거나이런프로그램도한국에분명히있고요또일본프로를보면또한국프로를보는느낌도많이나는것같아요やっぱり日本と韓国ってバラエティ番組もすごく似てるなと思うんですね。例えば料理を紹介して何かおすすめをしたり、うん、そんなのもあるので、日本の番組を見てると韓国の番組を見ているような気になる時もあります。僕も先輩に抜群の西尾さんっていう芸人が、はい、K-POP 大好きな人がいるんですけど、その人韓国のバラエティほとんど見てるんです。あ、で日本と一緒でなんか喋るとボワン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 とか、あとかです、ドゥインとか、ね、あれも日本の番組とかすごい似てるし、はい、スタジオの感じも似てますもんね。